ヨナが心配だ。さっきのでかいのからは未だ封印されし言葉の気配がしたな。だけど今の僕にはとても太刀打ちできない。もっと強くならないと。Ha ha ha ha!
ありがとう、助かったわ。羊狩り、お願いね。羊狩り、お願い。若いと無理をし、ヨナ、ヨナ、だくれた。ヨナ、すぐ薬を持ってくるからな。お兄ちゃん。何？無理しないでね。心配しなくていいから。何？無理。黒門病が進行しておるようだな。せめて痛み止めでもあれ。ポポルさんのとこ、かわいそうに。ポポルさん。え？うん、ヨナの病気がひどくなって。そうなの。それだったら薬。海岸の町で取れる魚なんだけど、強い鎮痛作用があるって聞いたことがあるわ。わかりました、ありがとう。海岸の町は最近は魔物が出るって聞くから気をつ。あ、北平原で薬草を2個収集してきてもらえるかしら。どうも最近疲れが取れなくて。草むらや木のそばによく生えているから。薬草2個だね。薬草2個、確かに。薬運は現地。
ごめんなさい。いいよいいよ。邪魔をするな。僕はヨナを助けなきゃいけないんだ。力を抜け。さもなくばお前がやられるぞ。この村はもう終わりだな。魔物が。こんにちは。私宛ての荷物。わかりました。とりあえず受け取ってもらえたって。
荷物。ありがとう。根はいい人なんだけど、これ。南平原の先にある海岸。南平原の隅っこによく。ここも物騒になってきたからこれはお礼だ。ここも物騒。
の人が戻ってくるかもしれん。灯台の明かりを消したままになんてできない。薬をか、むやみに探しても見つかるわけではないな。どうしよう、どんな魚かもわからないし。ひとまず、ま、そうだね、お店で売ってるかもしれないし。ここの貿易が盛んなのは、世界が海に沈んで、海の男は喧嘩っ早いが、女も負けてないぞ。うん、注意。ここは数少ない港町よ。町の中心には郵便局があってね。あとはそうね、海でしか釣れない魚も需要が高いかしら。貿易のおかげでこの町は他と比べ、お兄ちゃんと遊びに行く約束したんだけど全然外に出てきてくれないの。ラチは開かぬな。うん、では薬王に詳しそう。え、そんなこと。もちろんだ。最初からそうすればよかった。すぐに助けを求めるのは人。わかった。すごい、シロ、そんな特技があったなんて。見直したか。釣れないんだよ。サプスリウオは西の入り江で釣れるぞ。釣り方、魚の動きとは逆方向に絡むら。釣りは魚とも体力。まずは入り江に行ってみよう。量の調子がいいな。外国から届く。また来ておくれ。いらっしゃい。町はほとんどの。いらっしゃい。本格。餌がなくな。なんだか人の話を聞いてない人が多いよね、この町。多少腹が立ってもな。この辺じゃ買えない。また。
顔が大きく動いた時に体を動かすのだ。分かってる。慎重。178回。よし、これ。こういう手いた、いた。おばあちゃん、しゃべる本なんて機械なものみたい。我が機械だと。何が真剣。この言わせておけば。ちょっとしろ。ちょっとお待ちよ。かわいそうなものか。どうしたのおばあ。ごめんなさい。それだけ口が回れば大変。郵便局まで行って、私宛ての手。そのくらい自分。あいた。分かった。臭い老婆にさっさと手紙を届けよ。届けたいのは山々なんだけど。そうか。やめろ、口に出すな。いいことなわけがない。絶対違う。僕が配達員さんの代わりに届けます。すまないね。気をつけるんだよ。ひあ、今度はな。君たちはポポロス。そうだよ。服がちょっと違うし、もしよかったら村に戻って。もちろん。まったく。
闇の剣。外国製の安また買いに来た。外国籍また買いに。いないよ。確か東大に行ってみ。まったく面倒な話だ。なあ、なにし、のぞみ、配達員さん、けが、はまったく使えない配達員だよ。手紙をくれる相手がおったとはな。大事な人だよ、あたしの、ま、手紙をくれる大事な人だ。ヨナに早く。
ジョン、この村にジョンなんて人いたかな。ジョンはうちの犬だよ。ああ、そういうことか。いつも北平原に遊びに出ているようだったが、戻ってこないんだよ。わかった。見つけたら。よろしく。おじいさん。なに。そう。いらっしゃい。またか。とうとうこの村にも国難病が。ジューリップ、ありがとう。ああ、大事な。また海岸の町に行った時にでも収穫即し。わかった。海岸の町に荷物を届けてほしいんだ。うん。海岸の町の酒場に持って行ってくる。荷物を。羊狩り。言われたもの。これよこれ。ついでで悪いんだけど、この薬を噴水にいるばあさんに届。おばあちゃんにだね。ああ、でデボルさんは。デボルさんはな。え、昔は結構この酒場に来て歌ってくれてたんだ。デボルさん、珍しいな。以前ポポルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ。ああ、なるほどね。確かに。いいよ。どの仕事を紹介しようか。本を整理している人からの依頼だ。ポポルも手が回らないみたいだし、ちょっと手伝ってやってくれないか。依頼人の場所は地図に書き込んでおいたから。おばあちゃん、ありがとうございます。あまり無理はしちゃって。気をつけますよ。ここの書物からは書く。
んだこの部屋は。そう、これは石の神殿にいた魔物に似ている。手伝ってほしいんだけど、いいか？うん、大丈夫だよ。ポポルさんから本棚の整理を頼まれたんだけど、まずはこの本を2階の東側、左から2番目の本棚にお願いね。まずは2階の東側、左から2番目の本棚にお願いね。ここだね。1冊目。ありがとう。次はこの本を1階の南側。ねえシロ、なんだ、こうパーッと一瞬で本をきれいに整理する魔法は使えないの？無理だ。我の偉大なる魔力はそういう矮小な仕事を行うためにあるのではないからな。物事に小さいも大きいもないよ。つべこべ言わずに真面目に働くことだ。ここだ。2冊目も終わったよ。おかげで整理がはかどったわ。ありがとう。これはお礼よ。ポポルさん、
何かしら。以前デボルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ。確かによく歌いに行ったわ。忙しいから。忙しいのもあるんだけど、お酒がないと酒場。お酒なんて酒場に。私が飲むお酒はあんまり入荷しないお酒なのよ。あのお酒手に入りそ。あのお酒。もう大丈夫だよ。ちょっと苦いけど。お兄ちゃん。よ。おはよう、お兄ちゃん。調子はどうだ？うん。もう痛くないよ。そっか。本当によかった。そうだ、ヨナにも紹介するよ。我が名はシロの書、深淵なる英知の。こんにちは、シロちゃん。シロもずっとヨナのこと心配してたんだ。そうなの？ありがとう、シロちゃん。もうその呼び方でよい。じゃあ、お兄ちゃんはポポルさんに用事があるから、そう、ヨナの悲しむ顔は見てられないよ。よし、僕が材料を取ってこよう。本当？いつでも。料理の材料ね。何が言いたいの？別に、何でもない。そりゃ、ヨナの料理は絶品とは言い難いけれど、それでも愛情がいっぱいで、可愛い妹に料理を作ってもらえるってことはお兄ちゃん冥利に尽きるってことで。別に何も言ってはおらんよ。おそう。まあ頑張ることだな。うん。どの仕事を紹介しようか。また時間。あら、昼間からこんな。ちょっとちょっと。仕事なら引き受け。ありがとう、助かるわ。なるほど。そうそう。シロ。崖の村は魔物がたくさん出るって話。任せて。酒場に来るなんてめず。わしの卵は。
この面倒な仕事か。大丈夫だよ、そーっと運べば。そのそーっとというのが苦手なのだ。なんだかお腹が減ったな。これだけ大きな町だ、食べるところぐらいあるであろう。いらっしゃい。毎度。海って一あの海に見える橋がある。こんにちは。俺を待ってたんだ。荷物は無事届けられたし、報告に戻ろう。すみません、ポポルさんがよ。ポポルさんのお酒か。あ、そうなんです。なんなら材料を取ってきてくれるかい。わかりました。必要なのはトカゲの尻尾を5本と。いや、お酒の材料を。そう言いたくなる気持ちはわかるけど。そこんにちは。おすすめの料理ですか。おかげで売り上げも落ちて踏んだり蹴ったり。それは大変だね。本当ですか。材料は薬草を10個、小麦を10個、サーディ。必要なのは。どうやら、まあ、どうしてもと。覚えておいて。そじゃあまずはサーディンを10。さあ、
外国製の安。またか。うちの夕食。場所をね。この辺じゃか。この辺じゃかい。またこの辺じゃかい。またこの辺じゃか。また買いに。外国製の。またか。外国からと。いらっしゃい。また。